寒さに負けない家でもできる運動遊び。シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。お人形のお世話に夢中、3歳のしおりちゃんと妹思いで優しい4歳のみおちゃん。今回ママからこんな質問をいただきました。寒い時期にお家でできる運動遊びを教えてください。お答えするのはキッズキッズオリオ保育園の山本由紀子園長です。体を動かすことは大人にとっても子どもにとっても心身の健康に大切なことです。お家の中にあるもので子どもたちが退屈せずにできる運動遊びをやってみましょう。用意するのはマスキングテープ。床に貼って平均台のようにバランスをとって歩いてみたり、道路に見立ててバスごっこをするのもいいですね。さあパパと一緒に出発進行。テープの上だよ、テープの上曲がってもいいよ。ダイナミックな遊びも子どもたちは喜びますよ。大人を山に見立てて山登り遊びです。周りに危ないものがないかを確認して、滑り落ちても大丈夫な環境で遊びましょう。山を登ったり降りたり、スキンシップも取れて楽しいですよね。よし、行け。さあ、登ってこい。さあ、グイグイ行け。おお。布団の上でゴロゴロと転がってみるのも全身運動になりますよ。お外に行ける日は、お散歩や公園で遊ぶのもいいでしょう。1時間程度でも十分ですよ。寒くても親子で楽しく体を使って遊べるといいですね。発泡トレーで瓦割りにも挑戦。上手に割れたね。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 TNC ハグハグからご応募ください。